やりたくはないけど、この道を塞ぐなら任せな。こいつら書かせてやるぞ。これ以上は引きつけられない。おぼろかけ。俺が引きつける。もう一暴れしてやるか。優勢だ。ミニッケストライク。なんか物足りねえな。おいノア、ランツが強い敵とやりてえってよ。これって珍しいの？もうじきイーグス荒野を抜けるね。ミオにとって待望の瞬間だな。やべえかもな。ああ、かもね。やばいって何がですも？石膏の痕跡だ。コロニー4か。コロニー 4？ 凄腕の軍務長率いる精鋭揃いのコロニーも、ケベスじゃみんな一目置いているもん。間違いないのか？ここニールの谷だろ。ああ、間違いねえ。なんてことだ、こんなところまで支配域にしているなんて。あ、揺れてる？地震？いや、違う。あそこだ。見つけたぞ、化け物ども。化け物だって？ノア、あれ！あれは…エセル？エセルってあの白金のエセル？知ってたのか？アグヌスでもその名を知らない者は少ないわ。白金のエセル、並ぶ者が絶無と言われる戦人、わずか100人の兵で同時に3つのコロニーを陥落させた話は有名よ。でもさ、エセルだったら。エセルだったらなんだ？エセルは昔私らを助けてくれたんだ。とても強くて優しかった、あのエセルなら。ノア、無駄かもしれないけど。ノア、大丈夫。エッセル、俺だ。コロニー9のノアだ。以前コロニー14であんたに助けられた。いい剣だって覚えているだろう。コロニー14で助けただと？そうだ。そうか。化け物を助けた覚えなどない。大丈夫じゃないじゃないか。無茶よ、もう。
ごめん、もしかしてと思ったんだけど甘くはなかったな。隠れたか。だが子ね、エセル。ほんと、忠実で好きよ。さあ、敵は目の前。死の果てまでも追いかけなさい。決して逃がしちゃダメよ。次から次へとキリがねえな。避けて。危ないもん。おまけに上からは正確な砲撃。向こうからは見えないはずなのに。なんでマナナたちのいる場所がわかるですもん。瞳か。あの赤い瞳の力だ。それが僕たちの居所を知らせてるんだ。マジかよ。ランチ後ろ。くそ。またが、もろともかよ。ひでえ真似しやがる。みんな洞窟まで引くぞ。洞窟ってここに。じゃあ野ざらしだ。あそこなら上からの攻撃は防げる。引いた後はどうする。引いてから考える。らしくないな。余裕ないんだよ。どこへ逃げても無駄よ。ちゃんと見えてるんだから。黒い霧。あらヤンダン、こんな時に霧。ふん、ま、この程度ならどうってことはないでしょう。十分終えるもの。まだまだ発見がいっぱいだね。やりたくはないけど、この道を塞ぐなら俺がいりゃ余裕だぜ。敵の増援だ。対処するか。ゼミにストライク。激怒。デスクスイング。無理にならなくて。私が相手になるよ。もう一暴れしてやるか。これ以上は引きつけられない。今なら。ラウンドヒーリング。何？おぼろかでシードバッター。インパクト。
よし。どこか撃たれたか。いや、じゃあなんだ。敵の様子がさっきと違う。少し変だ。変って？戦闘が始まっても他の兵士たちはフォローに入らない。かっこバラバラに行動している感じだ。気のせいじゃね。最初は僕もそう思ったが。おい、ノア。ああ、俺もなんとなく。確かに動きが緩慢になっている。まさか。心で休んでいくか。何かお腹に入れておこう。さあ行こうぜ。先は長いんだからよ。